こんにちは、ゆうきむらです。動画ご視聴いただきありがとうございます。この部屋ですね、実は物置代わりになっておりまして、まあ、音楽機材とかですね、この壁に CD とか DVD とか書籍とかが本当に山積みになっていたんですが、この部屋を有効活用しようと思いまして、思い切って断捨離をしましてですね、今声もだいぶ響いていると思いますが、雰囲気もガラッと変えてみようと思いまして、今日はここですね、壁紙を貼ってみようと思います。これどこがつなぎ目なんだろう。もう貼った状態から結構分かりづらいので、ここですね。こうしっかりジョイントを分かりづらいようにローラーをかけていきます。この辺りがね、壁紙の境目なんですけど、全然目立たなくて、すごいな、これ。壁の段差があることと、幅が余ってしまうので少し難易度は高そうなんですが、最後まで集中してやってみようと思います。側面の壁は張ってないんですけど、ビフォーアフターでね、これだけ雰囲気が変わったので、いやー、いい仕事しました。はい、ということで剥がせる壁紙ラッシュをですね、実際に貼ってみたんですが、思いのほかうまく貼れまして、まあ、素材とかね、糊とかが、うまく貼れるようにできてるんじゃないかなと思いますが、ただ撮ってる時にですね、作業に集中しすぎてですね、このジベラとですね、肩を使って壁紙をうまくスッとですね、カットしている映像が全く撮れていないというか、撮るのを忘れるぐらい集中していたので、ちょっと悔しいんですけども、まあうまく貼れましたので、よしとしたいと思います。今回の壁紙はプレーンですが、ラッシュもですね、いろんな壁紙の種類がありまして、大阪であればショールームもありますので、今はちょっと人数制限をしていると思いますが、僕もだいぶ前に行ったことがありまして、もう本当にニューヨークのですね、レンガ風なブルックリン調の壁紙もありますし、黒もですね、本当にいろんな種類の黒がありますので、こうスマホとか、PC とかでね、実際に
見るものとちょっと色味も違いますので、もし時間に余裕があるという方はですね、人数制限されていると思いますが、ショールームに行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとこの辺りが殺風景ですね。丈太郎ですけど、僕ジョジョが大好きで原画展で購入したんですけど、これ飾ろうかな。またですね、不要不急な外出は控えるようにっていうね、こういう状況ですので、まあ、こういう時だからこそですね、家の環境を良くするとか、まあ、DIY なんかね、やってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、僕も非常に楽しかったので、いい気分転換になりました。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらですね、グッドボタンとチャンネル登録のほどぜひよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。ゆうゆきむらでした。バイバイ。